はい、こんにちは。今回はとうとうリリースされました Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu の公式フレーバーに新たに加わった Ubuntu Unity を紹介させていただきたいと思います。今回新たに加わりました Ubuntu Unity はかつての Ubuntu の標準デスクトップだった時期がありました。 Ubuntu 11.10 から17.04 の間ですね。当時流行っていたネットブックを指揮したレイアウトになっていて、低解像度のディスプレイでも広く画面を使うことができるという工夫がなされたものでした。自分もネットブックだったら EEPC901 の方を持ってましたね。しかしそれまでの GNOME デスクトップ環境とかなり操作方法が異なっていたため、ユーザー離れも起こりました。そしてそれを感じたのか、それとも単にネットブックの流行りが終わったからなのかわかりませんが、 Unity は Ubuntu 標準デスクトップ環境から外れることとなり、再び GNOME が標準デスクトップになりました。そんな Unity デスクトップ環境ですが、 Ubuntu 20.04 LTS の時にリミックス版として復活を遂げました。そして2年以上経過して今回公式フレーバーとして採用されることとなりました。ではそんな背景のある Ubuntu Unity、実際に触ってみたいと思います。ではインストールを行っていきます。今こちらはですね、バーチャルボックスの環境で立ち上げています。デスクトップ上にあるインストール Ubuntu Unity 22.10、 こちらをダブルクリック、はい、日本語を選択して続ける、はい、このままですね。はい、通常のインストール、はい、ディスクを削除して Ubuntu Unity をインストールですね。はい、東京にフォーカスが立っていますので、このまま続けるアカウントですね。はい、これでインストールが開始されます。はい、インストールが完了して起動したところです。今回の Ubuntu 22.10 のデザインはこのなんか躍動感のあふれる、まあ、キネティックドゥですね。結構好きなデザインです。そしてこの Ubuntu Unity、全体的な配色のイメージは紫のグラデーションがかかっている感じで、なかなか高級感がありますね。では日本語入力、まずは確認していきます。インストール直後でまだ日本語入力関係は触っていませんので、初期状態でどうなっているか見ていきます。まずこちら、この左側にあるアイコン、コンピューターを検索をクリック、そしてテキストエディタープルーマを起動。はい、ちゃんとですね、インストール直後から何も設定しなくても日本語入力環境が整っています。素晴らしいですね。ではレイアウトについても見ていきます。左側に Ubuntu Dock、 ドックランチャーですね。で、ショートカットがデフォルトで LibreOffice 関係が入っています、登録されています。あとは設定ですね。ゴミ箱はこの辺りにあります。上部はタスクバー、そして右側の方が時計とかですね、電源関係ですね。アプリケーション一覧はこのコンピューターを検索をクリックしてください。そしてこの家のマーク、最近使ったアプリケーションなどが表示されています。この A というマーク、これをクリックすることでアプリケーション一覧が表示されます。で、初期表示だとやっぱり、まあ、最近触ったパッケージとか、まあ、一部のパッケージだけが表示されている状態ですので、はい、こちらのインストール済みの横にあるプルダウン、これをクリックするだけでインストールされているアプリケーション一覧全体を見ることができます。量が出てくると結構スクロールする範囲が広くなって探すのが大変ですね。それでカテゴライズとかできるかなと思ってドラッグとかしてみたんですけど、どうやらカテゴライズできないみたいですね。最近の GNOME デスクトップ環境だとこのあたりがスマートフォンみたいにカテゴライズすることができるので綺麗に整理整頓ができるんですけれども、この Unity デスクトップ環境ではできないみたいです。アプリケーションが増えてくるとちょっと大変ですね。で、初期アプリの方はこんな感じで LibreOffice とか Web ブラウザーとか代表的なものが入っています。簡単なゲームなんかもありますね。はい、
真ん中のこのファイルのアイコン、これはエクスプローラーへのショートカットです。シングルクリックだとこんな感じで概要が表示されるだけで、これで開く、ファイラーが開きます。そしてコンピューター内に登録されている動画ファイルとか音楽ファイルとか写真、これらを抽出することができるみたいです。はい、そして Unity デスクトップ環境の最大の特徴、ファイルを立ち上げると上部にメニューが表示されています。タスクバーとメニューバーが統合されていますね。ウィンドウ表示にするとわかりやすいです。はい、ウィンドウ表示にしました。これで普通はリブレオフィスのメニューが表示されてるんですけれども、このメニューは、はい、上部のタスクバーの方に統合されています。まあ、なので、まあ、自分がよく毎回言うんですけれども、解像度が高いディスプレイを使っている場合は視点が行ったり来たりするのでちょっとですね使いづらいんですけれども、アプリケーションメニューの方が表示されない分、縦の解像度が低いパソコンではこの Unity デスクトップ環境は広く画面を使うことができます。これが最大の特徴ですね。ちなみに複数アプリケーションを立ち上げた場合どうなるのかって言ったら、はい、今メモ帳と LibreOffice 立ち上げてるんですけども、メモ帳がアクティブになっている場合は、はい、メモ帳ブルーマのメニューが出て、リブレオフィスライターの方がアクティブになっているときは、リブレオフィスライターの方のメニューが表示されるっていう風になっています。はい、そしてですね、ちょっと使い勝手を良くしていきたいと思います。まあ、自分の設定なのでお好みでやってみてください。まあ、まずはですね、アプリケーションのドックランチャーの方に、お気に入りのアプリの方を登録します。例えば、アプリケーションをドラッグするだけですね。まあ、このあたりは、まあ、簡単にできますので、アプリケーション一覧、こちらの Unity デスクトップ環境はアプリケーション一覧がなかなか整理整頓できないので、ドクランチャーの方をうまく使ってみてください。そして先ほど言ったこの上部のタスクバーとアプリケーションのメニューが統合されているっていうところ、まあこれが特徴なのでこれがいいっていう方が多いかとは思いますが、それも変更することができます。設定を開いていただいて、外観、挙動、こちらの方に、ウィンドウのメニューを表示って書いてあるところが、メニューバーの中になってますので、これを、ウィンドウのタイトルバーの中にします。すると、わかりますかね？ちょっとこれ、さっきの LibreOffice の方がいいですね。はい。このタイトルバーにメニューバー、アプリケーションメニューが表示されるっていう風な、結構スタイリッシュな感じになるんですね。これ他のデスクトップ環境でも採用してほしいぐらいいいアイデアかなと思います。これだったら低解像度でも広く使えるっていうメリットを損なわずに視点が離れることがありません。で、もちろんメニューの方の表示も常に表示していると、はい、このメニュー、さっきはですね、マウスオーバーをした時に表示される形だったんですけれども、常に表示にすると、こんな感じで、タイトルバーの方に、メニューが常に表示されている状態になります。まあ、これは、自分は、必要な時だけ表示される方がいいですね。そして、視覚効果、初期状態では低いになってました。ですので、これ高いにしたらどうなるんでしょうか。はい、これ10日になりましたね。けどアプリケーション一覧はどこ行ったって感じなんですけど、どうでしょう。これ多分ログアウトしてログインしたらまた元に戻るんじゃないかなと思いますので、ちょっとやってみます。はい、なんか一瞬ログアウトする前に一瞬エラーが出たんですけれども、なんか今度はちゃんと透過処理がされたようになりました。
まあ、これはですね、自分のパソコンのリソースの問題とか、自分が今バーチャルボックスで動かしているからが影響しているかと思います。はい、視覚効果をオンにしたらですね、ジバーって感じでわかりますかね。若干アニメーションがつきましたね。視覚効果が高いの方がスタイリッシュな感じがしますので、まあ、マシンスペックに応じて好きな方を選択してください。はい、いかがでしたでしょうか。今回は新たに公式フレーバーに加わった Ubuntu Unity について紹介させていただきました。特徴であるタスクバーとアプリケーションメニューの一体化については、設定でアプリケーションのタイトルバーに変更することもできます。これで使いやすくなりましたね。個人的にはこちらの方がデフォルト設定でもいいんじゃないかなと思っています。アプリケーション一覧は使い勝手は良くないです。ドックランチャーをうまく使うか、検索ボックスから絞り込む感じですかね。カテゴライズできればいいんですが、まあ、ですがですね、こういった問題点はあるものの、根強いファンも多い Unity デスクトップ環境、公式フレーバーになったのは非常に喜ばしいことです。新たなファンも多く出てくるんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで自分のチャンネルでは Linux に関する情報を中心に発信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。